ラッドウィンプスのインデスカバ坂弁にかゆきとかになっかーって言うき。よかとですかって。よかとですかになっけん。これいいんですか坂弁で言うよかになっけんね。よかとですかそういけんいいんですかいいんですかは、よかとですかよかとですかこんなに人を好きになっていいんですかはい、ここでね、引っ掛けありますんで。こんなの、こんなは坂弁で何やった小顔やったろそういばってんその後に二のついとんやんね。そういき、こんな二は、小顔二とかは言わんけん。ここは引っ掛け。こんな2になっけんね。ここ一緒よ。気をつけとかんきかんけんね。そいで、人をの後のをはばーやんね。これこん前も習った。それ好きになっていいんですか好きになってよかとですかってね。そいで、ここちょっと省くよ。そいで、ちょびっとでも分かってもらいたいわけで、チカッとで分かってもらい通してって、ちょびっとはチカッとになっけんね。でもはでんになっけんね。ここもそがん。でもはばってんばってん。この場合は、前にちょびっとのついとっけん。チカッとでんになっけんね。ここも引っ掛けやけん。わかったね。そいで、ちなみにおかずって変な意味じゃないんで、ちなみに、はい、来ました。ここ、今日の一番大事かどこ。おかずは佐賀弁で、シャーやけん。そいけん、ちなみにシャーって変な意味じゃ、中剣がって、中剣ってなっけんね。中剣って、ないんでは剣になっけんね。嫌いにならないでね。嫌いにならんでようになっけんね。わかったね。そう、わからんやった人は、いいねば押しときんしゃい。よかねー。